さあ今日はですね、誠に恐縮で、私事なんですけど、ちょっといろいろね、あの身の回りの環境が変わるということで、まあこれをね、このタイミングで宣材写真を撮ろうと。そこで、まあ、いつもね、あの僕の宣材を撮ってくれるときに、手助けをしてくれるスタイリストの方を呼んでます。水野さんです。どうも、お願いします。お願いします。まあもう水野さんに任せればなんとかなるだろうっていう、はい、ちょっと最近僕イモいんであのかっこよくしてください。あの前回の黒い、ね、よく使われてるあの洗剤写真、あれ結構クレームあって、あれめちゃくちゃクレームきますねもっと他のないんですかってクレームくるんで、なんか切り抜きがたい、あのこれなんか幸せな幸せな洗剤を撮ろうかなと思って、ちょっとクリーンな感じで、はい、撮りたいんでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。でまずは、はい、今日最初に髪を、そうなんです、せっかくだから、うん、もう髪の毛もちゃんとしっかり切ってやろうかな、うん、ちょっとね切れる部分も少ないんだけど、まあ、まあその、あのできる範囲でね、まあ整えるっていう感じですかね、はい、切っていただきます。はい、ということで僕がちょっとお世話になってるところにお願いしたので、うん、はい、とりあえず行きますか。行きましょう。結構ディープな、ね、ディープっすよ。ディープっすね。あのいわゆる原宿だけど、うん、キラキラしてないっすよ。いやなんかだからより良いというか、より良いですよね。より良い、そういうとこが好きかなと思って、うん、かなりスタンダード。ございます。こんな感じ。何これ超かっこいいお邪魔します。ちょっと初めまして、加藤仁一です。あ、ケンプです。よろしくお願いします。仁さんです。どうよろしくお願いします。めちゃくちゃ雰囲気いいんだけどこういう感じの方が落ち着く。落ち着く、落ち着く。すごくいいですね。始めますか。はい、はい、お願いします。じゃあ切りましょう。じゃあこちらへ。はい、お願いします。それって本当にヘッドホンアートなんですか。いや、わかんないなんかもう変な形になっちゃった頭。こうね、うん、ハイパーに食べてじゃない確かによし、じゃあ買っちゃいますよ。はい、お願いします。この辺もちょっとスッキリしたいな。はい、もうほんと完全お任せで。はい、いきまーす。つい髪を切るときもカメラが入るようになっちゃったからな僕らも入れてなかった。いや、まあそうっすね、入れないってことは需要がねえかなって思って自作が買いに来るのちょっと需要ねえから、ね、あったら見せたいんですけど。借り上げでしょありますよね。もういくつなんですか。僕も36です。あ、全然若いですね。いくつですか。40、今年30、今42か。ぶっちゃけ同世、本当に同世代だと思って38ぐらいかなと思ってました。もう40代です。ちょっと先輩かも。ちょっと先輩かも。ちょっと先輩かも。結婚は最近だ。10日にするんですよ、僕。おめでとうございます。それを機にちょっとなんか宣材写真とか変えようかなと思って。はい、プロポーズは何てしたんですか。こんなプライベートな質問するの結婚しよう、俺と結婚してくれって。俺と結婚してくれって、はい、シンプルに。シンプルに。あ、いいっすね、男らしいよ。なんかでももっと喜ぶかなって思ったんですけど、全然普通だった。はい、あ、じゃあなんかいろいろ書類とか取り行かなきゃねみたいな。あ、現実的だね。意外と現実的で肩透かしすごい。俺鉢がすごい張ってて、うん、そのサイド刈ると結構美容師の皆さん、うん、どうするみたいな感じで手戻るけど、めっちゃ綺麗。うん、戸惑わないでしょ。うん、いっつも、うん、なんかここ手戻るっていうか、どうしようかなみたいなこの短さでこんな違うのがやばい。マジでやばい。いや、すごい。どうでしょう。いや、めっちゃいいっす、マジで。オッケーでしょうか。マジでいい。やったー。お疲れ様でございます。ありがとうございました。かっこいい。あんまり自分の顔見てかっこいいって言ってないで。めちゃくちゃいいよ。めっちゃいいですね。いいよね。うん、あれ、顔を半分以上撮れた方がいい。軽く、うん、大丈夫よね。お化粧もしてくれるんですか。普段完全に毎回番組とかすっぴんで出るから、うん、化粧すると俺
こいつ今日化粧してんだってバレんだよな。でもそこまでわざとらしい。あ、まあまあまあ、赤リップ塗るくらいだから。これやばいです。これぐらいの化粧だったらしい。ちょっと肌今日綺麗だなぐらいな感じでしょ。調子いいな今日。調子いいなってやりすぎないの大事でしょ。うわぁ、いい、しかも早い。うん、10分ぐらいじゃない、だって仕事早いんでね。完成。完成です。ありがとうございます。お見それしました。すごいです。じゃあスタジオに移動。はい、じゃあスタジオに移動しましょう。はい、ということで、先ほどね、髪の毛のセットとメイクをしてもらったので、いよいよ撮影ということで、もうね、この2人に俺はいつも、もう全てお任せして撮ってるんです。まあ、先ほどね、ご紹介した、スタイリストの水野さんとカメラマンの水野さんです。よろしくお願いします。はい、もうね、結構俺写真嫌いなんですけど、もうこの2人とだったら撮れるというゴールデンペアで今日は挑ませていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。じゃあ、まあ、とりあえず衣装を、うん、着ましょうか。お願いします。じゃあ、こんな感じで持ってきたんですけど、僕の、うん、まあ、イメージは、うん、これ、まあ、これいや、それめっちゃいいね。いや、これでしょ、もう、うん、いや、もう多分これなんです。これめっちゃいいわ。これ、なんか、うん、爽やかだけど、うん、ちょっと多少カトサっぽい雰囲気も残ってるんで、うんうんうん、いいね、これ。これかな。これも正直、これ一番最初に目入った。そうですよ。うん、まあ、あと、本当になんかクリーンです。なんかあるんですけど、まあ、でもちょっと過去のことを水流してねみたいな。いいっすね。ちょっと柔らかすぎる。うんうんうん。まあ、ちょっとなんか、ね、こういうのも持ってきてはいるんですけど、ちょっと異常すぎる。あー、まあね。まあ、その間を取って、うん、もうこれ。いや、それちょっといいね。これ、こうこうで。うん。まあ、ちょっとカジュアルっぽくデニムで。はい。はい、おー、いい。これでいいじゃん。お願いします。はい。じゃあ着替えて。はい。じゃあ。よーし。できました。脱バレーのとこ、クリーンをちょっとテーマに今日こう選んでくれたみたいで。じゃあ撮影参りますか。はい。ヘッドホンの最初を変えますって、ちょっとだけこっちに回します。はい、それだけまずちょっと楽に行きましょう。目線はカメラのレンズのほうです。そのまま軽くグー握るぐらいでしょうか。で、左手ちょっと奥に持ってきます。それぐらいで OK。 アバチーそのまま。あ、でも素の表情はうまいですね、やっぱり。その感じがなんかすごい自然になってきましたね。成長したんでしょうかね。すごい。バッチリバッチリ。ちょっと待ってね。いいじゃないですか。ザ仙台。ザ仙台。今ザ仙台。はいはいはい。そのまま何枚かいきます。はい。一回目に力入れられて。さ、目に。そうそうです。オッケー。で、そこから口角ちょっとずつ上げる。ああ、そうそうです。はい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 、バッチリです。オッケー、もういい。はい、バッチリ。オッケー。で、ここからもうちょっと笑顔頑張っていく。もうちょっと笑顔って頑張るんじゃないですか。自然と自然がね、これは難しいですよ。そうですね、これ本当そうですよね。オッケー、キャラテンジが、はい、キャラテンジが死ぬわけです。ですよね、もう死ぬです。みんなの前でやるのが一番しにくいと。すげえ。これ潜在ですよ、もう。売れない芸人。そうだよ、もうちょい一瞬なんか売れない芸人感がちょっとすごい素敵素敵ですけど、さすがですね。こっからちょっとこれいいね、これいいね。これはもうザ真面目な考え写真ですよ。確かに。でもこっからもうちょっといろいろ角度振っていきたいですね。正面あったり横あったり。なるほど。
対象チェンジで。わかりました。これだけ正しいです。なるほど。ちょっと良くない？いいっすね。俺あんまりニットとか着ないけど、なんかちょっと、うん、いつもとは違う感じで、お楽しみに。